くん通信のコーナーです。今回から奈良の古道を歩くと題して伊勢神宮へ向かうかつての県内の街道をご紹介します。案内していただくのはこちらです。およそ40年以上考古学の研究を続ける森下圭介さん、近年は山や旧街道、素人などにもフィールドを広げています。今回は暗がり越え奈良街道のうち奈良と大阪の県境、暗がり峠を出発し、歴史ファン注目のスポットなどを訪ねます。伊勢へ行ったや、伊勢路を見たや、せめて一生に一度でも。県内にはかつての伊勢参りのにぎわいを伝える旧街道が今も残っています。伊勢参りは中世末期以降、御師と呼ばれる祈祷師が庶民に布教活動などを行う中で、参詣者の案内、参拝、宿泊の世話をするようになり、各地に伊勢講が作られました。江戸時代の後期には当時の日本の総人口およそ3000万人のうち年間500万人もの人々が伊勢を目指したといいます。森下さん、今回から奈良の古道を歩くということですね。そうですね、今日は大阪と奈良の間にある暗がり越えの奈良街道ですね。大阪と奈良の間はだいたい8里8丁、33キロあるんですね。当時の人はそれを1日で歩いてるんです。で、そこの一番の大きな難所がこの生駒山を越える暗がり峠なんですね。暗がり峠ってちょっと怖い印象があったんですけど、ね、そうですね、木が茂ってて暗がりだったという説もありますけども、生駒山のが、ここが一番低くなってて、馬のに乗る鞍のようにへこんでるんで暗がねと呼ばれたという説と、あるいはこの道大阪側が非常に急なんです。で、そこで馬の鞍が、ひっくり返るので暗がり峠だという説もありますけども、電動自転車の試験にも使われるというぐらいの急な道ですけども、でもこの石畳が歴史を感じさせますよね。そうですね、峠のとこだけ引いてあるんですけども、大和郡山藩がお殿様が通るということで、雨が降るとまあぬかるんで歩きにくいということで幕末に敷設したんですね。山 の、 ちょうど境にお茶店なんとか旗小屋が30軒ほど建ってたようですね。で、江戸時代におかげ参りという出来事があるんですけども、その時なんかはここにも大量の人が押し寄せて、茶店なんかももう人の多さにが怖くなって戸を閉めたというぐらいでして、夜も大量の人がこの道を通って伊勢へ向かうのには奈良へ向かわなきませんので、奈良へ向かったというふうに伝わってますね。そして暗がり峠から東へ、棚田を眺めながら西畑町を過ぎたあたりで地蔵石仏などがあり、さらに進むと左手の大岩には鎌倉時代後期のものとされる阿弥陀如来磨崖仏を見ることができます。そして奈良市に入る前にもう一つ峠を越えます。八田丘陵の室の木峠です。森下さん、ここいい眺めですね。そうですね、暗がり峠が見えてますね、はい。今上がってきましたけども、奈良へ行くには生駒山の暗がり峠だけじゃなくて、もう一つこの八田丘陵を越えなあかんですね。あそこになんか皆さん集まってるんですそうですね、あれ生駒市の足湯の施設がここにあるんですね。足湯、はい、これ私じゃ入っていけるんですかね。入れます。ちょっと足疲れたしせっかくなんで行きましょう。これ入ってると慣れつかないんですけど、まあ入りましょう。足を癒して次に備えましょう。はい、じゃあこっちこっち、そうこれいいよ。そっち行きます。ここ一人掛けって書いてある。あ、気持ちいいね。生駒山も見えるし、展望はいいですね。たくさん人もいて、もう動きたくないですね。皆さんここら辺の方なんですか？ね、そうそう、私は大阪です。あ、大阪からわざわざ生駒山越えて場所なんですか？ここは追い分けって言います。街道の分かれ道なんですね、分岐点で。向こうへ行く道が、
郡山へ行く道で、こちらへ行くのが奈良へ通じてる道ですね。これあの何やな、歴史があるから。そうですね、あのこれ奈良市の市指定文化財になっておりますけども、旧大岩家本陣ですね。今もお住まいですけども、郡山の、お殿様なんかが郡山からここまで来て、この大岩家でちょっと一服するというようなお宅ですね。茶屋本陣って言うんですけども、こちらの左側に門がついてますけども、あの門がお殿様が使われる門ですね。あこ入ると、座敷があるんですね。ここから、まあ、あの東の方を見ますと、もう奈良の町が見えますので、はい、一服するのには最適でしょうね、うん、そしてもう富尾谷まで降りてきましたね、はい。この富尾で最近あの面白い発見があったのはご存知ですか？ニュースになってたやつですね。そうですね、あの富尾丸山古墳が、あれですね、大日花の効果で全部見えませんけど、大龍門橋の縦型の鏡とか、まあ、2メートルを超える大きな太刀が出土しているのがあの古墳ですね。前例のないというのは、今まで比べるものが存在しないんで、難しいんですね。ただ長大な太刀もその大龍門のついた縦型鏡っていうのも、思想者を邪悪なものから守る一種の魔除けのためのものであるというのは間違いないんでしょうね。もう少し文様の構成なんかも分かってくると、いろんなことが分かってくるのかなと思って楽しみにしてます。でこの古墳、やはり作られてる場所に意味があると思うんですね。この私たちが今日歩いてきた大阪と奈良を結ぶこの奈良街道、これから見えるようにやはり作ってるんだと思いますね。ここまで歩いてきた中で、さまざまな歴史の面影を感じることができました。そうですね、あの旅っていうのは目的地へ着くということだけが目的じゃないんですね。旅っていうのはその目的地へ着くための過程を楽しむというのが旅なんだろうと思います。その点ではやはり歩くっていうのは一番ゆっくりですので、いろんなものがその旅をする過程を楽しめるんだと思いますね。近畿地方歴史の軸線がありますので、古街道にもあの古代から、近世の江戸時代までの歴史が積み重なっているという状態が見えてくれますね、はい。ということで今回歩いたのはこちらでした。暗がり越え奈良街道のうち、暗がり峠から現在の富尾あたりまでを紹介しました。街道沿いには棚田の風景や石物、江戸時代の建築物、そして古墳などを歩くことで見える歴史の奥深さがありましたよね。八田丘陵の足湯、皆さん気持ちよさそうにされていましたね。こちらも興味深いです。さて次回の選択通信は、明日の奈良表彰の受賞者をご紹介します。以上、選択通信のコーナーでした。 CM の後は高藤さんから気象情報です。